上智子君、え、日本共産党の上智子でございます。えっと今日のあの最後の北海道出身の質問者ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。えっとあの今日林大臣に初めて質問するわけですけれども、まあ、畜産問題ですけれども、まずちょっと冒頭ですね触れておきたいことがあります。それはあの二十二日先日ですね厚生労働省が BSE の対策の見直しと。 いうことで米国産の牛肉の輸入規制について、まあ、2月1日にもこれ緩和の方針を明らかにしているわけですけれども、これはです、ね、昨年あの開かれた食品安全委員会の場においても委員からもあのいろいろお意見が出されていたとで特にあの口から餌を食べてなる BSE ですねこれとはまた違う。あのお えー、否定型タイプの BSE というものの発生があの発見されているわけですよねでこれはのお発生の,その経路というのがわからないです定かじゃないわけですでしかもですねあの若いうちに発生していると国内でもこの間、全頭検査の中で23か月例というのもあったり諸外国においては20か20ヶ月例とかですね若いうちにおいて発生しているということでそういうものがある以上はやっぱりあの 数が少ないといってもそれがもし回ってそれを食べた時に発生につながるということを考えるならば慎重の上にも慎重を期す必要があるんだというご意見が出されていましたしその,後のあのパブリックコメントにおいてもです、ね、あの多くの方からあのいろいろ批判や意見が上がっていたということを考えるならばあのこの2月にもです、ね、これを進めるということ自体これは重大な問題だと思っていまして。 あの今日はちょっとこの場ではやりませんけれどもね、回答はいただかないですけれどもまた違う場でですね、ぜひあの問題にしてあの厚生労働じゃなくて農水省の角度からの問題というのもあると思いますのでぜひあの取り上げていきたいということを最初に申し上げておきたいと思いますでそれでなんですけれども、まあ、22日に私ども日本共産党の国会議員団として、えー、林大臣宛ての,の畜産酪農、うん、問題に対する申し入れをさせていただきました。 それでその中でですねまず最初の1項目目で触れたのが TPP の問題ですで大臣もご承知のとおりこの関税撤廃が原則とでこの TPP に加入することになると乳製品の関税が撤廃ということになってオーストラリア、ニュージーランドなどからの大量の乳製品が輸入されて大きな影響を受けることになる当然、日本の加工原料の生産が成り立たなくなると。 いうことは明らかで、それは農水省も認めていることだと思います。でだからこそですね、全国で酪農畜産のね農家の皆さんがあのこぞってですね反対に立ち上がっているわけです。でしかし当時あの民主党の野田総理の時にこの TPP 参加に前のめりになっていたためにその姿勢を見てですね、いやこれだったら営農は続けられないんじゃないかと不安が広がって、まあそれが利農に。 つながっているということがあるわけで、先ほど来、いろいろ紹介されてますけれども、北海道においても1年間で250個を超えるですねあのその中には、ですねあの必ずしも経営が大変だという人だけじゃなくて、若くてこれから担い手になっていくという、あの一定のなんていうか、有望視されている人まで、ですねあのこの先の見通しが立たないということで離能するという事態があるわけです。ですから、あの日本の酪農全体にとっても大変なこれ損失だと。 いうふうに思うわけで、あのまずこの点でですね、林大臣の。こういう現状についての、どのようなご認識を持ちかということをお聞きしたいと思います。林農林水産大臣。ありがとうございます、えー。本当に皆さん北海道なんだなということでございますが。あの大変本質的な、あのう、民からお、お話を賜ったというふうに思っております。あの遠慮という言葉が。 我々は一般的に使っておりますが、そもそもの語源は、ですね遠きにおもんばかりなければ、近きに憂いありと、こういうものが最初の語源だったそうでございまして、まさに今、委員がご指摘になったように、先の見通しがやっぱりあるということがですね、 るがって足元に憂いななくなる、まあ、こういうことを指している大事な言葉だといつもけん,けん復唱しておるわけでございますがやっぱりそういった大きな中長期的なフレームワークというものをきっちりとやっぱり示していくと。 いうのがですね、えー、我々の大きな役割だとこういうふうに思っておるところでございます。したがって、まあ TPP については先ほど平山先生ともご議論させていただきましたけれども、えー、正規な基関税撤廃を前提にする限り交渉参加には反対であるという基本的な考え方を堅持してまいりたいと、まあこういうふうに思っているところでございます。上智智子君。あのまあ自民党。 さんがですね昨年の総選挙にあたって、まあ、TPP については正規なき関税撤廃なら参加に反対だということを訴えられていわ、まあ、ば支持を得てですね、政権に戻られたわけですけれどもあのところが、ですね、その政権の中での閣僚の中で例えば高市政,務会政調会長がですね、交渉に参加しながら条件が合わなかったら、えー、脱退する選択肢もゼロではないと。 いうふうな言い方で,です、ね、まあ、交渉参加もあり得るとの認識を示したことがありましたし、それから安倍総理もです、ね、これ、選挙前に、えー、日本商工会議所との会談の中で、われわれは日米同盟関係にふさわしい TPP 交渉の仕方ができるんだということを発言をされている、まあ、交渉参加に前向きというふうに取られる姿勢を示しているわけです。 で一方、ですね、林大臣は報道によりますと、この BS 朝日の収録で、えー、TPP の参加表明は7月の参議院選挙前は厳しいという見通しをルース駐日大使に伝えたということがされているわけです、それからあのまたですね、うん、TPP については貸し切りバスだと、えー、いうことで、日本が入らないとバスは出ないと。 いうふうに述べたというふうに伝えられてますけれども、この発言は、ですね受け取り用によっては、まあ、バスを出す、TPP を出発させる、そのためには日本が入らないと出ないということになるわけですよね、まさにそうすると、参加が前提になっているんじゃないのかと、今は急がないけれども、いずれはやっぱり乗っていかなきゃいけないんじゃないかというふうに、お考えなんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。林林農林水産大臣 えー、ありがとうございます。ちょっとバスは例えが悪かったかなと反省をしておりますがあの私が申し上げたかった趣旨はですね、あのこちらがもう何か非常にこう小さな存在でとにかく入らないと大変なことになる乗れ遅れるぞというご議論が。 あったような感じであったので、そうではなくて我々、われわれは例えば GDP 比で見ても大きな割合があるので、自信を持って、ですねこれ一般論として、えー、そういうものに向き合っていくべきだというようなつもりで述べたわけでございますが、最初から貸し切りバスターから乗るんじゃないかというような懸念があったとすれば、それはもう全く私の意図するところではございませんし、まあえて言えば、えー、貸し切りバスターは注文しなければ来ませんので、あの逆に言えばですね、 したがって、まあ、そういうあの例え話であれこれ言うつもりはございませんけれども、先ほど申し上げた、正規な期間税撤廃を前提にする限り、 交渉参加に反対と、まあ、いろんな報道等、また対談等で、ですね一時、そえるとなかなか、えー、大人数では難しいところがあるだろうということもあって、実は党として文章でですねまとめさせていただいたということでございますので、この文章をしっかりと踏まえて、えー、この基本的な考え方を堅持してまいりたいと、こういうふうに思います上智子君。まあ注文しないこともありうると、あるいはその貸し切りバスに乗らない選択もあると。 いうふうにお答えになったかなというふうに捉えてよろしいですかよろしいですか 林林農林水産大臣あのそういういいことでございます注文というか貸切バスというのは実はあの我が実家は少しそういうところに近いあの会社もあるんでございますがそもそもあの、相対で発注をしなければ貸切バスというものはそもそもないわけでございますので、まあ、注文をするという行為があって初めて貸切バスが来るわけでございますねそういった意味では貸切バスというのは、えー、まず注文するかしないかというものがあるという意味で、えー、申し上げました。 上智子君、はい。それでは次に、えー、今回の入荷の問題についてお聞きしたいと思います、あの申し入れの中でも触れてるんですけれども、この配合飼料価格が昨年来の国際価格の高騰で、えー、値上げをされまして、もうすでに酪農畜産経営に打撃を与えていると。でそれに加え えー、今日もいろいろ出されていましたけどもアベノミクスによるです、ね、この政策的な円安誘導ということで配合飼料価格がこれからも継続的に引き上げられていく可能性が高いとで、まあ、入荷を算定するときには過去3年間の平均のコストで計算するわけですけどもそれだけでやられたらとても経営的には守れないと、まあ、政府の政策責任で,です、ね、このアベノミクスを推進するということですから円安誘導による経営打撃にならないような 入荷の算定をすべきだと、まあ、さっき、算定のですねこのやり方が決まってるって話があったんですけれども、やっぱりそれをきっちりとですねあの反映させる形でやっていかなければ、あの本当にこれまでの範囲を超えて、えー、経営が持たないということになりかねないという,ふうに思うんですけれども、これについて大臣のご見解、伺いたいと思います。稲津農林水産大臣政務官私のの方から答弁をさせていただきます先般あの 官民はじめ日本共産党の皆さんから、えー、このことについてのご要請をいただきました官、えー、民、えー、実際に生産現場を歩く中ででさまざまなお声、ご要望、要請等を受けてのご質問ということで、えー、受け止めております、えー、その上であの先ほど来からこの補給金の単価についての、えー、質疑が、えー、されておりますけれどもまたあの原則的な話で大変恐縮でございますが 平成25年度の加工原料乳生産者補給金単価について、これはあの、えー、今ご指摘のとおり、算定ルールに載っておりまして、えー、配合飼料価格等の生産コストの変化、これも適正に反映させていただいて、算定をし、えー、食料、農業、農村生息審議会の意見をお聞きしまして、適切に決定をしてまいたいと考えております。上智子君。 あのまあ、そういう範囲でしか答えにならないのかなと思うんですけれども実際にです、ね、あの1円円安でさっきもトンあたり300円あの配合飼料でいうとあのアップするという話がありましたで先日、北海道の酪農家の方で大体いい100頭近いあの牛を飼っている北海道で100頭ぐらいというと小さな方の規模なんですけれどもでその規模の農家の方でそうなると大体いい年間あたり大体、ね、いい120万から150万ぐらいの 上乗せっってていうか持ち,持ち出しにななるっていうことなんですねですから、そうなると、まあ、それが資料分だけどそうですからあと、年輸だとかいろんなことを足しますとねもっとさらに上乗せされて経営は非常に大変になるしあの後継者に対しても支払うあの払うお金がなくなるということも含めてですね非常にあの通説にこういう実態があるんだっていう話が言われているわけでぜひですねこれ大幅なですね配合資料の,ああの補填、えー えー、この入荷ですね入荷の問題で言いますと、価格を、ですね単価を切り上げていただきたいということを申し上げておきたいと思います、それからもう一つあの、配合飼料価格の高騰でもって、この配合飼料価格の安定基金の財源、まあ、これも先ほども出されていたんですけれども、改めてちょっと確認をさせていただきたいと、でまあ、財源不足になりかねない状況というのが、 あの心配されているという中で政府の責任で、この財源措置をすべきではないかということについてあの、先ほどもありましたけれども、もう一度お願いいたします梶谷農林水産副大臣。簡潔に申し上げますが、今後の価格見通しにつきましては、大変予断ができない状況にあると思っております。引き続き続本制度をを適切に運用して畜産経営の安定を しっかり図っていきたいと、そのように思っております神智子君。 あの先ほどいくつかです、ね、あの今、取られている対策のお話もありましたで今年その、トウモロコシの国債価格の高騰に起因してこの配合飼料が高くなっているということでいろいろ一覧表なんかも、ね、資料も私たちの手元にも寄せていただいているんですけどもそれでずっと見てきますと4750円もです、ね、この値上げされている状況になっているとそれで灯油とか軽油なんかも高止まりということの中で やっぱり生産者にとってはもう本当に死活問題ということだと思うんですねですから、そういう不安のないようにですねぜひ、ああのまあ、いろいろ今手当はしてるってことなんですけどもあの状況を見ながらですね不測の事態にならないようにしていただきたいということを併せて重ねてお願いをしていきたいと思いますそれからあの最後になりますけども放射能物質によるこの酪農畜産への影響という問題です。 これあの万全な検査体制の構築というのは言うまでもないんですけれども、稲わらの,の汚染ですね、汚染稲わら、それから汚染退避、汚染牧草、この処分を早急に行っていくということ、それから牧草地をあの除染するということで、ですね、まあ、今。 やっているわけですけれども、それによって安全な農畜産物の生産を確立すべきなわけですけれども、まあ、今、どのように手を、ね、打たれているのかということと、それから合わせてですね東電による賠償もより迅速に行われるように、東電への指導を強化すべきだというふうに思うんですで、以上の問題について、ぜひ明確に答えていただきたいと思います。稲津農林水産大臣政務官はいい、えー、お答えいたしますますずあの この東日本大震災からの復旧・復興については総理から、まあ、閣僚全員が復興大臣であると、まあ、こういう意識を共有して取り組む旨の指示がございまして、農林水産省におきましても林大臣のもと一丸となってこの復興に取り組んでいるということを申し上げさせていただきたいと思いますで少し具体的なあのことについて触れさせていただきたいと思いますけども、まずあのしっかり関係省庁と連携をした上で この例えば、えー、検査計画の策定の支援、またあの機器の整備の助成、それから、えー、この食品中の放射物質の検査体制の強化、それから原発事故連絡会議等を通じた東京電力による適切かつ、えー、迅速なです、ね、賠償の促進、それから今、ご指摘がありました汚染稲わら等の隔離。 えー、一保管それから円滑な処理の推進と、えー、さらにこの農地森林の効果的効率的除染に向けた、えー、技術開発の実証、まあ、こうしたことにですね今取り組んでいるところでございます、あのー、引き続き、えー、現場の状況この把握に努めながらですね各種の取り組みが着実に進展するよう関係省庁また東京電力働きかけを含め えー、特にあのスピード感を持ってです、ね、対応してまいりたいとここのように考えていいるところでございます智子君ちょっと今の答弁だとあまりにもちょっと簡単すぎてです、ね、あの現場にとっては非常にあの大きな不安の中で,です、ね、繰り返し現場でも交渉しているわけです、例えば東電との関係で言っても、ね、私たちが申し入れで聞きますといや、あの請求されたものについては8割方今払支払いが進んでいるとこういう話で回答を変えるんですけどもね。 あ,のあくまでもこれはですね東電が支払えるというふうに言ったものに対して8割ね今、支払っただけであって風評被害も含めてもっともっと広い範囲に及んでいるわけですよで、そのいつも出てくるのが相当因果関係が過ぎておりますのではっきりしたもんっていうのとなるわけでそれに関わるものも含めてですね広範囲にわたっているというところをしっかりとですね受け取って保証するということでぜひあの手立てをしっかり打っていただきたいということを申し上げまして質問といたします。ありがとうございました Thank you.